は、私のところでインターンをしてくれている宮城小鳥ちゃんにいろいろとお話を伺ってみようと思います。わあ、では早速小鳥ちゃん、はい、自己紹介からお願いします。はい、宮城小鳥です。20歳になります。神奈川県立保健福祉大学の2年生で今通っています。コロナの影響で毎日通学とはいかないんですが、まあ、週2の登校とオンラインで授業を続けています。で、将来の夢結構あるのかなって思われがちなんですけど、実はまだ決まっていないっていうのが正直なところです。はい、小鳥ちゃんは、地元横須賀の、大学に通っています。そしてもともと横須賀出身なんだよね。はい、そうですね。はい、あの横須賀の高校に通ってました。で、今もお住まいは、横須賀ということです。今日は、どうしてインターンを始めたのかなどを中心にちょっとインターン生についていろいろ聞いていけたらなと思ってます。じゃあちょっとまず最初に、はい、どうしてこのインターンを始めようと思ったんでしょうか。はい、まず正直コロナの影響が一番大きいなというふうに思っていて、私は高校を卒業してから、まあ、大学にいる間にコロナがもしなかったら留学をしようというふうに考えてました。ただそのコロナウイルスの影響で、まあ、留学というか海外に飛ぶことっていうのがもう基本的に無理になる状況で、じゃどうしようということで、まあ、就活に向けても自分で何か活動したいなっていうふうに思ってて、まあ、大学1年生2年生は割と自由な時間が多いので、でどうしようかなって思った時に、海外は行けないな、でも何か活動したいなと、でもなんかどうしても企業みたいにこう固くないようなインターンがしたいなと思って、でしかも多分野に関わるものがいいなっていうふうに思った時にこうたどり着いたのが市議会員さんへのインターンでした。なるほど。なんかすごくこうインターンってあの会社のものとかたくさんあると思うんだけども、うん、あの議員のインターンをやる子ってそんなにすごい多いわけじゃなくて、うん、そんな中でこう議員インターンシップをやってみようっていうのは、もともと政治に興味があったり。そうですね、多少はこう政治に興味があったりとか、まあ、選挙権が割とこう 早く4月生まれなので、結構選挙権とかが早めにみんなよりあの持てたので、うんうんうん、なんだろう、なんで選挙ってこうやってやるんだろうとかっていう風な感じで、もう本当にちょっとなんですけど、まあ、興味があったのはこう視野に入れるな、インターンを市議会員さんにしようっていう風に決めた一歩でもありますね。なるほど。で、あのいろいろ、まあ、あの法人を通してやるインターンシップなんかもありますし、あのうちの会派の議員も他にもインターンを受けている子とか、あとまたあのいろいろ議員の中でもインターンを受け入れている議員さんがいるんだけれども、どうしてあの小畑沙織のところに来てくれたのかお教えいただければ、もちろん今言ったように数と市議会員の方はもちろんたくさんいるんですけども、まあ、インターンをしようと思ってこう数調べていく中で、まず小畑さんというのは、まあ数少ない女性の市議会員であるということから、まあ、自分も女性であるということから、こう何か共通点とか女性ならではの問題っていうのに共感しやすかったりとか問題視しやすいのかなっていう風な感じでまずは選ばせていただいたのと、自分が福祉系の大学に通ってる中で、その小畑さんの理念の中に地域福祉っていうような、福祉地域っていうような理念を掲げていらっしゃったので、まあ、そこに共通点があるかなという風に思って小畑さんを選ばせていただきました。ありがとうございます。今横須賀市議会は40人中4人しか、女性議員がいません。あのだいぶ寂しい感じなんだけれども、で今あの私のところにインターンの学生さんが3人来てるんですけれども、3人全員女性で、あの本当になんか女性がこうやって政治に興味持ってくれるの、女の子たちが興味持ってくれるのはとっても嬉しいなと思ってるので、すごいありがたいなと思ってます。いろいろ、今までもインターン生受け入れたことがあったんだけれども、なかなかその時はまだコロナのなる前だったので、うん、いろいろ、いろんな市民相談であったりとか、うんうん、あの施設市内のどっかの施設に伺ったりする時に同行してもらったりっていうようなことをやってもらっていたんだけれども、うん、なかなかちょっとこのコロナ禍であのどこかに一緒に行くっていう機会はすごく今正直持てていないところではあるんだけれども、そんな中でもなんかいくつかちょっと一緒に、うん、いろいろ活動をしてもらっているので、その活動についてちょっとあの、はい、小鳥ちゃんの方から話してもらえればなと思います、はいはい。ここにインターンして実際にやってる活動は、その市役所に行って議会の傍聴を実際にさせていただいたりとか、田畑さんが所属している横須賀未来会議
っていう会派の会議を見させていただいたりとか、あと一般質問っていうのがあるんですけど、それの作成のお手伝いをさせていただいたり、あとはまあ数は少なくなっちゃってるんですけど、そのインターン生として地域が行ってる活動に一緒に参加させていただいたりとか、あと事業所とか施設にまあ一緒に訪問させていただいたりはしたりとか、あとこういう SNS の活動のお手伝いも一緒にさせていただいてます。本当にそう、前回の一般質問で、包括的性教育について、を、質問させてもらったんですけれども、その時に本当に小鳥ちゃんに一緒に、実際にどういう背景があるのか、その性犯罪とかの数であったりとか、でやっぱりこう包括的性教育が必要な背景っていうのを一緒に調べてもらったり、それをもとに私も質問を組み立てて、市長や教育長に、区長に質問させてもらったっていうような活動を一緒にしてもらいました。また今地域でやっている活動にも一緒に参加してもらって、本当にいろいろ助かっているところがあります。で特に私はこの YouTube の編集を見ても分かるようにとってもSNS とかパソコンとか非常になんかそういう ICT に疎い人間なので、本当に若い世代にいろいろ知恵をいただきながら今探り探りでやっているところで、本当に小鳥ちゃんは1年間ぐらいをかけていろいろ学びたいって言ってくれてるので、うん、本当に私のなんか普段の活動からその議会の活動など、まあ、ちょっと学校があるのでなかなか今昼間一緒に動くことは難しいんだけれども、こう授業のないタイミングであったり、そういったところで今一緒に活動をしてもらってる感じです、はい。で今、まあ、やってみて、まあ、まだちょっとインターン、まだこれから先も続いていくんだけれども、うん、これから先インターンの中でこういうことやってみたいなとかいうことはある？はい、まあ、コロナでっていうのが正直こう前提にはなっちゃうんですけど、やっぱこういうコロナ禍だからこそできることっていうのをこうクリエイティブに考えて、まあ、一緒に活動していきたいなっていうのを思うのと、やっぱこういうふうにこういろんな分野の方とつながっている市議会員さんの小畑沙織さんだからこそ、いろんな人との人脈をこうつなげていって、その人と その出会いを大切にしていきたいなっていうふうに考えてます。すごい、コロナ禍だからこそって言ってくれたのはすごいありがたいなと思って、私もなかなかやっぱり あれもできないな、これもできないなって考えがちだったんだけれども、やっぱりこう今できることを始めたいなと思って、まあ、この YouTube もそもそもそのやっぱりコロナ禍でなかなか対面で議会報告とかもできないっていうことが元で始まったので、やっぱりいろんなことに挑戦していくっていうのは大事だなと思っていて、それに小鳥ちゃんも一緒にやってくれるっていうのはすごい心強いなと思ってます。でちょっとこれから先そのインターン終わった後とかのことで、はい、まあ、なかなか、インターンをやったからって議員になろうとか、うん、そんな風にすぐ思ってるわけじゃないと思うんだけれども、私自身も大学生の時に、横須賀市議会議員さんのところでインターンシップさせてもらった経験っていうのはやっぱりすごく今の活動に、とても根っこの部分として、影響しているところだなと思っているんだけれども、そのインターンを終えた後とか、その大学を終えた後とかのことって何か今の段階で考えてることとかってあったりする？はい、今こうやって市議会員にインターンすることって普通の企業とはやっぱちょっと違う体験ができるものだと思ってて、やっぱ普通の学生生活だとか一般企業にインターンするとまた別の特別な活動ができることを、そういう活動したんだなっていう事実を、まあ、自分の自信とか強みにして、まあ、就活にも自分の将来の、強みにしていきたいなっていうふうに思ってるのと、あとやっぱこう今現在さっきも自己紹介でちょっと言ったんですけど、将来の夢が決まってはない状態なんですけど、まあ、そういうさまざまな経験を通じて自分がどうありたいか、何をもっと探求していきたいかっていうのを、まあ、ちょっとずつでいいんでちゃんと方向こう道を狭めていって、最終的に自分が納得するような答えを見つけられたらなというふうに思ってます。というわけでいろいろちょっと小鳥ちゃんに質問もさせてもらいました。本当に小鳥ちゃんすごい一生懸命やってくれてるし、これから先の、将来に向けてなのかの少しでもなんかお役に立ちたいなと私としても思ってます。最後にちょっとインターン生を私もたくさん来てほしいなと思ってるので、もし今学生だったり、また政治に興味ある人、学生じゃなくてもいろいろこう、うん、インターンやってみようかなって迷ってる人に向けて何か一言あったら。はい、まあ、私政治に今興
興味あるとは言いつつ全然何か知識が膨大にあったというわけでもなくて、本当にもういきなり飛び込んで入ってきた状態ですけど、ちゃんと丁寧に教えてくださるし、分からないことは質問するし調べるしっていうような感じで、全然僕私政治知らないからとかいう理由で全然拒まなくて大丈夫なので、もう軽い気持ちで大丈夫なんで、まずはぜひこう声をかけてみるところから始めてみてください。はい、ぜひぜひ、小畑沙織ホームページで、インターン生募集のページがありますので、ぜひそちらの方から、お問い合わせしていただければと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。今日